日本の F-15J 戦闘機とアメリカの F-15E 戦闘機で何が違うのか不意に考えてしまいました。今回はアメリカ空軍極東配備の F-15E を詳しく見ていきますね。F-15EX 戦闘機は最新鋭の電子装備で蘇るほど近代化されていますが、F-35 戦闘機の方が安いような。実に、初の運用が始められた1988年からちょうど35年の歳月が経過したこの2023年4月 22.23 の両日、アメリカ空軍に所属する戦闘爆撃機の F-15E ストライクイーグルが沖縄の嘉手納基地で一般公開された。これは在日アメリカ軍の駐留地の一つである嘉手納基地において、同基地が地元の住民との交流を目的にカデナアメリカフェスタ2023と銘打って実施したイベント内での出来事で F-15E ストライクイーグルは日本初公開となった。カデナアメリカ自体も前回は2014年に実施されて以来の9年ぶりの開催であり、カデナ基地はアメリカ空軍の太平洋地域における最大規模の拠点として第18航空団を中心としたおよそ1万8000名の兵員と、およそ4000名の日本人が雇用されている。今回のカデナアメリカフェスタ2023の目玉は、カデナ基地の STEM ハンガーと呼称されている航空機の格納庫において、現在稼働中の航空機を見学可能だった点で、ここに F-15E ストライクイーグルがお目見えしたのだ。冒頭で述べた通り、F-15E ストライクイーグルは、1988年に実戦配備が始められた機体であり、決してアメリカ空軍の最新鋭機というわけではないが、未だ世界的にも有数の攻撃能力を誇る戦闘爆撃機として第一線に君臨している。そこで、ここでは、そんな F-15E ストライクイーグルについて、これまでの経緯や使用、性能等について、及ばずながら解説し、未だ、一線級の能力を持つとされる同機の概要を紹介できれば幸いだと考えている。まず、アメリカと旧ソ連とによる冷戦が続いていた、1967年、アメリカ空軍では、ジェネラルダイナミクス社の F-111 アードバークを、戦闘爆撃機として、実戦配備したが、同機は、星空戦闘能力は、乏しかった。F-111 アードバークは実戦配備された運用機としては、初の可変翼機構を備え、最高速度こそ、マッハ 2.5 と高速ではあったが、ベトナム戦争で対峙した旧ソ連の戦闘機たちに対しては、星空戦闘能力の低さが顕在化していた。本来的に、F-111 アードバークは、戦闘爆撃機ではなく、攻撃機もしくは爆撃機として捉えれば、兵装の搭載量も最大 11,340kg と十分な容量を確保していたが、アメリカ空軍の運用上では、やはり一定以上の星空戦闘能力が求められた。そこで、アメリカ空軍では、1981年から F-111 アードバークを代替する戦闘爆撃機の開発計画に着手。以後、それが複合任務戦闘機計画となって、ジェネラルダイナミクス社の F-16 とマクドネル・ダグラス社の F-15 がそのベースとなる。ジェネラルダイナミクス社は、機体を大型化し、兵装搭載量を増加させた F-16XL を開発。一方のマクドネル・ダグラス社の複座の F-15 をベースに、兵装を強化した機体を開発。結果、後者が F-15E ストライクイーグルとして採用されることに決まった。もともと、単発の F-16XL に対して、双発の F-15E ストライクイーグルは、戦闘時の生存性で勝り、機体自体も、そもそもが大型であったために、兵装の総搭載量でも上回り、さらに、後の拡張性や、製造費用の面でも優れていたと、
判断されたためである。こうして開発された F-15E ストライクイーグルは、計画の開始から5年後の1986年12月に初飛行を迎え、さらにその2年後1988年7月には、アメリカ空軍の第405戦術訓練航空団へ納入され、同年12月には、実戦部隊の第4戦術戦闘航空団への配備が行われた。F-15E ストライクイーグルとのアメリカ空軍における戦闘爆撃機としての採用争いには、敗北した F-16XL ではあるが、同機のベースである F-16 は、未だ、最新型の V 型の引き合いも多く、第一線の西側諸国を代表する戦闘機であり続けている。2023年5月現在も続くロシア・ウクライナ戦争においては、ウクライナ側は未だ西側諸国製の戦闘機として名指しで F-16 の供与をゼレンスキー大統領をはじめ、多くの関係者が熱望しており、その信頼性の高さが伺える。ここまで、ウクライナ側が F-16 の供与を訴えているのは、同機が搭載する探知範囲が、広く高精度なアビオニクス類と、精緻な対地攻撃が可能な兵装運用ゆえだと言われているが、これまで、双方が、積極的な航空攻撃を行い慣れていない中で、やはり注目される。西側諸国の軍事関係者の中には、ウクライナに F-16 が供与されれば、そのアビオニクスと兵装は、ロシア側の戦闘機の10機分にも相当すると指摘する声も見受けられ、そうした判断が妥当なものか否かも気になる部分ではある。さて、F-15E ストライクイーグルに話を戻せば、同機は、ベースとなった F-15 イーグルに対して、兵装の相当載量11トンを実現するべく、6トンもの最大離陸重量の増加を果たしており、機体本体の寿命も、およそ1万6千字間まで延べ調されている。こうした仕様に耐えうることを目的に、F-15E ストライクイーグルは、機体自体のおよそ6割を新たに設計し直しているが、機体重量の増加を極力抑えるため、フレーム部分には、チタニウムの含有比率を上げて対処している。F-15E ストライクイーグルは、機体の両側面に、増装、コンフォーマルタンクが標準で装備されており、これによって、最大で、航続距離は、およそ 5750km にも達し、ベースの F-15 イーグルの、およそ倍に相当する、作戦行動範囲を獲得している。この増装、コンフォーマルタンクには、一つに、6箇所の兵装搭載用のハードポイントが設けられており、機体本体下部と合計すれば、実に18箇所になり、爆装時には、最大で、26発の500ポンド爆弾を検可可能となっている。そうした爆装時でも、F-15E ストライクイーグルは、自衛用の空対空ミサイルの装備も可能であるため、かつての F-111 アードバークで問題とされた性空戦闘能力も十二分にクリアしており、また固定武装としては M61A1 20mm バルカン砲も備えている。そもそも F-15E ストライクイーグルが搭載可能な総重量11トンという兵装の量は太平洋戦争時に日本の主要都市に対して絨毯爆撃を敢行した戦略爆撃機 B-29 が9トンの積載量であったことを考えれば驚異的な数値である。こうした兵装を生かすべく F-15E ストライクイーグルには AN/APG-70 レーダーが搭載されており、対地攻撃時最大でおよそ 150km 先の目標を捕捉し、対空攻撃時でも、正面方向では、およそ 300km 先の目標を探知することが可能とされている。この AN/APG-70 レーダーも、すでに、
2014年以降には、新型の AN、APG-82、AESA レーダーへの換装が実施されており、さらなる目標探知能力を向上されているほか、大幅な故障率の低下も実現、兵器としての信頼性も進化させている。F-15E ストライクイーグルは、1991年1月に始まった湾岸戦争において、初めて実戦投入され、イラクに対する対地攻撃や対戦車攻撃を行ったが、これには地形への追従が可能で、夜間攻撃に有利なレーダーの搭載が効果を発揮した。この湾岸戦争では、F-15E ストライクイーグルは、2機がイラク軍の攻撃で撃墜されているが、いずれも地対空ミサイルと対空砲による損失であり、敵の戦闘機との星空戦闘における撃墜はないという F-15 イーグルの神話も継続された。以後も F-15E ストライクイーグルは1993年のコソボ紛争、2001年のアフガニスタン侵攻、2003年のイラク戦闘に投入され、地上軍部隊を支援する対地攻撃を豊富な兵装の搭載量で行い、戦闘爆撃機としての任務を成功させている。今は F-15E ストライクイーグルの製造元は当初のマクドネル・ダグラス社を吸収、合併したボーイング社へと引き継がれているが、 F-2 にラプター以降ロッキード・マーチン社にアメリカ軍のシェアを抑えられている同社の最後の砦とも言えそうだ。